安倍晋三元総理大臣が奈良市で演説中に銃撃され死亡した事件で警察は殺人未遂容疑で逮捕した男について容疑を殺人に切り替えて今朝、奈良地検に身柄を送りました奈良市に住む元海上自衛隊隊員山上徹也容疑者は8日午前11時半ごろ奈良市の路上で演説中の安倍元総理に対して 銃ののようなものを発砲ししてて殺害たた疑いいが持たれていますその後の捜査関係者への取材で山上容疑者が取り調べに対し事件の前日に岡山で行われた安倍元総理の遊説会場にも行ったなどと供述しています。